はい、どうもスタージです。今回の動画なんですけど、今回の動画はサムネやタイトルあります通り、僕の飼育しているボールパイソンたちの体重をね測っていきたいなと思います。で、まあ、みんなのね体重を測ったのは前回2ヶ月くらい前だと思うんですけど、まあそれからねどれだけ大きくなったか見ていきたいなと思います。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで早速1匹目なんですけど、1匹目はね、前回ねみんなで測った時と同じ順番で、1番手はこの子ですね。僕の飼育しているエンチバタイエローベリーオアアスファルトの麦くんです。相変わらずね警戒心強めの子なんですけど、まあ、だいぶ大きくなりました。体もねムチムチしてきております。ご飯もねしっかり食べてくれてます。ただねこんな感じでねまだ少しね少しじゃないな結構ねビビリさんです。じゃあね早速体重測っていきましょう。ケースを乗せてゼロにして、はい、麦くん待って、はい待ってね、はいはい、いい子ね。はい、582g ですね。この子は2ヶ月前に測った時は470g だったかな、それぐらいだったと思うんですけど、そこから 110g ほど増えましたね。順調ですね麦くん、良い感じに育っております。じゃん。かわいいね。早く慣れてほしいな。はい、ということで1匹目は麦くんでした。いや綺麗だね。はい、次測っていきましょう。はい、続きましてはこの子です。じゃじゃーん。はい、この子はね僕が飼育しているピューターキャリコヘテロアルビノの青のりちゃんです。でさっきのね麦くんが男の子で、この青のりちゃんは女の子になります。じゃあねこの子の体重も測っていきたいなと思います。はい、青のりちゃん、青のりちゃんおとなしいね。はい、どうでしょうか。じゃじゃん、724g ですね。でこの子2ヶ月前に測った時は635g だったかな、それぐらいだったと思います。ということで2ヶ月でまあだいたい 90g ほど増えましたね。まあ、最近ねこの子少しね食が細くなっているので成長もねちょっとゆっくりになってますね。でもまあ焦らずにじっくり育てていきたいなと思います。じゃん、ピューターキャリコヘテロアルビノ青のりちゃん、お顔見せて、お顔がすごく可愛いのよプリティで、あなたは。じゃん、あ見えない、後頭部しか見えない。はいはい、あ可愛いね青のりちゃん、可愛い、すごいね小顔なんですよね。まあ小顔の、まあ、性といったらあれですけど、でねあまり大きな餌をね食べれないので、ちょっとちっちゃめのねご飯をあげていってます。まだねいろいろと試行錯誤中なんですけど、まあ、特に問題なく元気に成長してくれてます。はい、ということで青のりちゃんでした。次行きましょう。はい、続きましてはこの子です。ピューターアルビノ男の子のピノくんです。いやめっちゃ綺麗、すごいねピカピカだね。やっぱアルビノはすごいですね。今までの子たちとは雰囲気がめちゃくちゃ違いますね。お顔見して、はい、この赤いお目々がねとても透き通ってて綺麗ですね。じゃあこの子もね体重測っていきましょう。よし、君もねおとなしいね。はい、どうぞ。ちょっとごめんよ。はい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 、
はい、ということで770g ですね。この子、前回2ヶ月前は、まあ、680g ぐらいだったと思うので、この子も2ヶ月で 90g 増って感じですね。いや、順調ですね。皆さんいい感じに成長してくれてます。で、青のりちゃんとね、この子はそこまで体重差がないんですけど、まあ、見た感じこの子の方がね、かなりむっちりしてますね。いいね、ここ綺麗だね。この尻尾のストライプすごい綺麗だね。はい、ピノ君、ピノ君、ピノ君どこ行くの、ピノ君、ピノ君はい、ピノ君いい子だね。はい、ということでピューターアルビノのピノ君でした。超綺麗。はい、次行ってみましょう。はい、続きましてはこの子です。じゃじゃーん。急にね、ちっこいんですけど、この子は僕の飼育しているピュータークラウンの女の子です。パステルシナモンクラウンですね、の女の子で、コツミちゃんです。最近ね、最近、まあ一番ね、新入りの子ですね。この子はね、2ヶ月前の時はいなかったんですけど、前回のね、体重測定では1ヶ月前ぐらいかなに測りました。その時はね、150g だったかなと思います。そこからね、どれだけ成長してきたのか見ていきたいなと思います。いや、綺麗だね。ね、じゃあ測っていきましょう。君いらないか、ケースいらないか。前回と同じでね、ここに乗せれそうだね、君まだ。よいしょ、はい、どうぞ。ちょっと待って、お顔、はい、ごめんね、ごめんよ、はい、ごめんね。あ、いいね、いいね、いいね。あ、ごめん、これじゃ無理だわ、ごめん、しくじった。すげえ頭悪いことしたね、今。見なかったことにしてください。はい、はい、ゼロにして、ゼロにして、マイナスになったね、体重がね。はい、じゃじゃん、250g ですね。いや、大きくなりましたね。 100g 増ですね。素晴らしい。1ヶ月前に比べて 100g も増えました。てか、いいな、これ、これいいな。こんな形の測り、形というか、こういった模様柄の測りあったら欲しくありません？いや、いいな。どなたかこういった商品を開発販売していただけませんか。ぜひね、買わせていただきたいなと思います。はい、というね、話は置いといて、 250g、 コツミちゃん大きくなったね。まだまだね、ちっちゃいけど大きくなったね。ご飯もね、すごい食べるんですよ。爆食中ですよ、この子は。綺麗だね。うん、このカスタードっぽい色。このお顔がね、また可愛い。みんなに言ってますけど、みんな言ってますけど、はい、お顔が可愛いんですよ、コツミちゃん。いいね。ちょっとお顔が見えない。もうちょっと正面見せてほしいな。はい、来た。はい、可愛い。可愛い。ほら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 。どうですか。ほら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 。近いね。はい、ということでね。ピュータークラウン、パステルシナモンクラウンのコツミちゃんでした。お、急に暴れだした。ごめんよ、ごめんよ。次行ってみましょう。はい、コツミちゃん。はい、続きましては、ドドーン、いきなりでかい画面に収まりきらないか。はい、この子はね、僕の飼育しているバナナヘテロパイ、男の子のバナナくんです。ちょっとでかくて収まりませんね。トゥ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 ッと、はい、お顔見して。はい、はい、かわいい。かわいいね。この子はね、ちょっと顔がのっぴりみょーんとしてますね。じゃあ、この頃ね、体重を測っていきましょう。測れるかな、君。この中入れる。はい、ちょっと入れますか、君。ここにちょっと狭いですかね。ちょっと、あ、ちょっと、こんな感じでもいいですよ。
はい、はい、はい、どうぞ。はい、じゃじゃん、尻尾、尻尾、それアウトですよ。はい、はい、2060g ですね。この子は前回の2ヶ月前とほぼほぼ同じですね。今この子は繁殖のために少しね、餌ご飯をね減らしてます。でもちゃんと現状維持だね。この子はねもうアダルトなのでそこまで体重がね増える必要はないんでいい感じだね。現状維持は素晴らしいよ。もう全然映らないけど、はい、いいですよね。バナナのこの色合いとこのね黒い点々素晴らしいですね。ちょっと待って、カメラに脚立に脚立じゃない三脚に絡まってる。よいしょ。はい、これ置けばいいか。この子でかいからね、これ置いちゃえばいいか。はい、ということでね、なかなかねこの画角に収めるのが厳しいです。はい、ということで、はい、バナナヘテロパイのバナナくんでした。はい、次行きましょうかね。でかいね君。はい、続いてなんですけど、じゃじゃーん、さらにでかい、めちゃくちゃ大きいんですけど、あ、全然収まらねえわ。はい、この子はね僕の飼育しているパイボールのつむぎちゃんです。僕の飼育しているボールパイソンの中では一番大きい超ムチムチの子です。早速ねこの子の体重を測りましょう。まあ、全然ね画角に収まらないんで頭乗せてみるさあね測っていきましょう。いやこれ入らねえかもしれないな。家にはこれよりでかいケースがないんだよね今。ちょっと入れる？ちょっと変な体勢かもしれないけど、どう？収まればいいんじゃない？柔らかいね体。はい、じゃじゃーん、2539g かなですね。 2500g もありますね。 2.5 でかいですね。え、前回 2.2 じゃなかった？2ヶ月前から 300g も大きくなってる。はい、ということでね、前回の2ヶ月前に比べて 300g も大きくなってるのかな。すごいね。まあ、最近ねかなり爆食中でございまして、すごい食べるんですよね。で一応この子はねさっきのバナナと繁殖に挑戦してもらっているんですけど、その影響もあるのかな。すっごい大きいね。すごい見応えのあるパイでございます。ちょっと君画角に全然映らないからちょっと別の撮り方にしましょうか。ちょっと場所変えます。はい、ということでね、かなりムチムチなボールパイソン、パイボールのつむぎちゃんでした。体重はねなんと 2.5 キロもありました。かなり大きいですね。どうですか。まあちょっと前にね、パイを押していいですかという動画でねこの子をねまじまじと撮影してますので、よかったらねそちらの方も見てみてください。すごいね。今のところね僕の飼育しているボールパイソンたちは順調に育っております。ということで今回の動画は以上になります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かわいい、大きくなっても可愛いわ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。